10メートル以上の津波が押し寄せています。目の前には壁のようになった大きな津波が押し寄せる中、防災無線からは避難警告の声が鳴り続けていた。2011年3月11日、日本の観測史上において最大の地震である東日本大震災が発生した。午後2時46分頃、町職員遠藤美希さんは放送室に駆け込み、30分近く防災無線のマイクに警告を出し続けていた。10メートル以上の津波が押し寄せています。高台へ避難してください。もうダメだ、避難しよう。上司の指示で放送室を飛び出し屋上へと避難した。庁舎は波に飲まれ、波が引いた時そこに遠藤さんの姿はなかった。南三陸町の住民1万7700のうち半数近くが避難して命拾いをした。遠藤さんはその果たすべき職務を文字通り命を懸けて全うした。自らの命さえも顧みず使命感を貫いた彼女の精神は多くの人に感動を与えた。